静かに平和な生活を繰り返す山村。猫の額ほどの土地に先祖代々細々と生活の火を灯してきました。その貧しい暮らしはそこに住む人々から希望を奪い、夢のない生活に追い込んでいます。そのため町に希望を求めて離村していく人が増えています。この山村の暮らしをより豊かにするため、県では山村僻地振興対策を重点的に取り上げています。山村の一番の悩みは道路。この願いに応えて毎年100キロに達する道づくりが進められています。こうして山奥の部落にもバスが開通、都市との距離を縮めて生活も向上していきます。吊り橋を渡って通学する山の子どもたち。降っても照っても毎日の長い山道の通学は子どもにとって大きな負担です。複式授業も悩みの一つ。先生が1年生の勉強を見るときは、2年生は自習時間です。子どもたちは熱心に勉強していますが、やはり教育上のマイナスは避けられません。こうした小さな学校を統合して教育を充実することが必要です。そこでまずスクールバスの採用。山道を歩いて通う苦労もなくなりました。統合された小学校、設備の良い校舎で十分勉強ができます。友達もたくさんできて明るく育ちます。山の人の健康を守るために移動保健所が開かれます。県下の無医地区は122箇所。県では特に恵まれない地区を4ヶ月に一度回り健康相談に当たっています。体位の向上と食生活を改善するため栄養相談や指導も行います。また村の中を回って不衛生になりがちな飲み水の検査などを行います。
山村の主な産業はもちろん林業です。風雪に耐え長い年輪を経た美林、この林業をさらに近代化し明日へ伸ばすために林業の構造改善が進められています。浜北市にある林業青年の家、ここでは林業教室が開かれ、明日の山村を担う青年たちが熱心に勉強しています。後継ぎの減る中で山に生きようと決意する青年たちの瞳は明日の林業に向かって輝いています。高地の少ない山村では斜面の 100% 利用が必要。茶畑の開墾もその一つです。また儲かる農業を目指してわさびやしいたけの栽培も進められています。山の傾斜地を利用して作られた観音山放牧場、天城山とともに赤ちゃん牛を預かって育てています。ここは阿部郡清沢村、最近都市の近くでは乳牛の飼育が困難になりました。そこで山の傾斜地を利用する酪農が始まりました。14頭の乳牛を飼って収入は飛躍的に増大。山村農業に新しい局面を開きました。美林のように巨木のように山村もまた明日に向かってたくましく成長していくことでしょう。